って多くの視聴者が市販のテレビで楽しめる状況にすることを目指すとしています。今日午後6時19分ごろ、茨城県で震度4の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波はありません。震度4の揺れを観測したのは茨城県の日立市と高萩市、震度3が日立太田市でした。定期検査で運転を止めている茨城県の東海第二原発や研究用の原子炉がある原子力科学研究所などでは異常の情報は入ってないということです。プロ野球6試合の速報です。西武はルーキーの森がキャッチャーで先発出場し、最初の打席でタイムリーツーベースを打っています。日本ハムは大谷の2試合連続となる8号ツーランホームランなどでリードしています。気象情報は寺川さんです。こんばんは。今日は九州で雷を伴って激しい雨になったところがありました。この時間活発な雷雲は海上へと抜けていますが、この先はこういった雷雨に各地注意が必要となります。明日から8月最後の土日ですけれども、天気はあまり良くないということでしょうか。はい、そうなんです。この先の天気の傾向を見てみます。月曜日にかけて日本の南の海上には前線が停滞します。みちゃん出てこい、出てこい、出てこい。そしてこれまでと大きく違う点は上空に寒気が流れ込んでいる点です。こうなりますと地上との気温差が大きくなって大気の状態は不安定です。では月曜日にかけての各地の天気見ていきます。曇りや雨のところが多く、局地的には雷が伴って強く降りそうです。広島は天気が大きく崩れることはありませんが、特に日曜日と月曜日はにわか雨の可能性があります。各地空模様の変化には気をつけてください。こらこら。では明日の全国の天気です。こら北海道は晴れるでしょう。その他はこら出てこい。東京です。日曜日は東北から関東甲信にかけて雨でしょう。こら。ほら。名古屋から那覇です。日曜日は曇りや雨で太平洋側を中心に雨となりそうです。気象情報でした。覚えていない子、異例か。高校した子供たち、待ち受けるのは派手です。ほら。出てこい。新車になった時の対応を覚えているか標語でチェックしました。出てこい、こら。大声で叫ぶ。